うちはサスケ、お前に話したいことがある。風影。遠投をここまでガードされるとは、絶対防御は健在だな、砂漠のガーラ。お前の目は昔のままだな。かつて俺もお前と同じように復讐を生きる糧として生きてきた身だ。だがそれでは何も解決しないことを俺は実感してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれるな。帰って来られなくなるぞ。俺が帰ったとしてそっちには何がある。俺がやる。カトン、放線からぞ。連弾スナッシグ。砂漠キル。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきたもの。だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ。昔も、そして今も。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。砂漠早走。豪華球の術。所詮お前の憎しみは俺のそれに及ばない。俺の怒りは、俺の絶望は、お前以上だ。うちはサスケ。今のお前の目は闇しか捉えていない。憎しみに駆られ、世界を恨み、何者も信じられず、差し伸べられた手すら拒否をする。お前は俺と同じだ。アマテラス。深い深い闇の底にいたあの頃の俺と。闇をただ一人、目的はなく、ただそこにあるものに憎しみをぶつける。味方などいない。あるのは孤独だけ。そ、過去木の葉で行われた中忍試験の時も同じだ。俺の前に立つ者は全てを敵として捉えていた。だが、かつてのうちはサスケにだけは、俺と同じ何かを感じた。奴からは、俺と同じ匂いがした。試験の本戦、俺はサスケとぶつかることになった。自身に近しい存在との戦い。俺の心は喜びに震え、興奮にうずく体を抑えられずにいた。来い。さあ、俺に生を感じさせろ。戦闘開始。
どうした？俺のうずきはまだ収まっていないぞ。サスケとの攻防が進むにつれ、心は限りなく高揚した。高揚とともに精神は高鳴り、内に秘める主覚の存在が大きくなっていった。破壊の衝動に駆られ、自分が自分でなくなってきていた。そんな俺の前に現れたのが、あの渦巻きナルト。俺と同じものを持ちながら、俺と異なる道を歩み、憎しみに囚われていた俺と正反対に立つ男だった。お前には絶対負けねえ。面白いぞ、渦巻きナルト。戦闘開始。なんだこいつは、どうしてここまで挑んでくる。俺は何者にも負けるはずがない。強大な力を前に、何者も恐怖を抱き、敗北を意識するはずだ。だが渦巻きナルトは何度も立ち上がり挑んできた。奴は仲間のために、つながりのために戦った。何かを守るための強さ。その時、かすかに光を感じた。この一線を境に、俺は渦巻きナルトのようになりたいと思った。ナルトのようにつながりをつかむために、ナルトのように
夢をつかむために、そしていつしか俺の夢はナルトと同じものになった。誰かに必要とされる存在を目指して風影への道を歩み始めた。風影への道は遥かに険しいものだった。だがあいつのように前だけを見て必死に歩いた。抽象や剣、さまざまな視線と思惑が俺に向けられているのは分かっていた。それでも俺は前に、前に歩いた。時が経ち、成長しても俺はただ必死に努め、そしていつしか俺は風影と呼ばれるようになった。砂隠れの風影となった俺はついに守るべきものを手に入れた。里を守るためならばもはや何も恐れることはない。あの時も暁という闇が砂隠れを襲撃した時も俺の中に恐れなどなかった。